普段は同期と共に生活し、日々の課題をこなし、夢に向かって行っています。勉強するときは勉強して、体力練成するときは体力練成し、遊ぶときは思いっきり遊んで区切りをつけて過ごします。遊ぶときは同期と飲みに行ったり、どこか遠くへ行ったりします。山口県内でも観光名所を回ったり、少なくとも自分が飛ぶであろう ところの名所に行ったりします。この観光名所の上を飛ぶのかと感動します。同期っていうのは、一緒に今まで辛いことを乗り越えて、一緒に生活して、一緒に勉強して、常に一緒にいた仲間なので、家族みたいな存在です。自衛隊で学ぶことは、その規則正しい生活や仲間との連携、絆等を深められますし、それにやはり自分の好きな夢を実現できるっていうところがすごく魅力でいいと思います。